ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。本院規則第80条第2項の規定により年長の余裕をもちまして私が委員長の選任につき、その議事を主催させていただきます。これより委員長の選任を行います。つきましては選任の方法はいかがいたしましょうか。長谷川岳君、委員長の選任は主催者の指名に一任することの動議を提出いたします。ただいまの長谷川君の動議にご異議ございませんか。それでは委員長に新場ご異議ないと認めます。それでは委員長に新場